2月21日の運動塾通信をお送りします。今日はですね、チップ半導体の話ですね。今日からアメリカが期待するアジア半導体協定は厄介なことになりそうだ。民主的かどうかは別にとして、アジアのチップメーカーは互いに競争関係にあるということで、今日からですね、チップ半導体チップですね、TSMC の、まあ、九州に半導体工場を作るというそういう話ですね。熊本市の中心部にある建設現場にはクレーンが林立している。その足場にはやる気を起こさせる横断幕が吊るされている。いつも笑顔で白いフェンスが立ち並び、キャベツや人参の畑と鉄骨の建物を分けている。ここがアジアで最も地政学的に重要な建設現場であることを示すものはほとんどない。しかしこのプロジェクトの重要性を示す手がかりはある。建設現場の壁には台湾の大手半導体メーカー TSMC の日本法人の名前である JASM が書かれている。この先にはソニーと東京エレクトロンという日本の二大半導体企業の何の変哲もない複合ビルが建っている。数年後、この新工場は主に自動車用のチップを生産し始める予定だ。日本の政府関係者はかつて巨大だった今低迷している日本のチップ産業がこの工場によって活性化することを期待している。熊本県の、鴨島郁夫知事、これ何て読むんですかね、ちょっと待ってください。熊本県の蒲島です。蒲島郁夫知事は九州のシリコンアイランドとしての評判を復活させることを語っている。TSMC の熊本進出はアジア全域の半導体ビジネスにおけるより大きな変化の兆しの一つである。世界の最先端チップ生産の大半を要する台湾に対する中国の攻撃への懸念がサプライチェーンを再構築している。アメリカは中国は先進的なチップを入手するのを制限し、チップメーカーが自国に拠点を置くように仕向けることでこの動きを強化している。ジョー・バイデン大統領の政権はチップ政策を調整するためにアメリカ、日本、韓国、台湾によるチップ4同盟を呼びかけている。しかしアジアにおけるアメリカの同盟国はそれぞれ自己中心的なチップ戦略を追求しており、それは強制と同時に互いに緊張を強いられることも多い。東京大学の黒田忠広教授はチップネットワークとチップ競争というコインの表と裏があるという。これチップ4同盟って言ってるけど、もっと生産はですね、オランダも噛んでですね、これは今日からですね、熊本に、TSMC の、工場ですねを建てることになった、そういう話ですね。それとソニーと東京エレクトンが関与しているということで、これは自動車用チップを生産するんだということで、熊本県の知事はですね、シリコンアイランドと言って、その日本のチップの半導体チップの再復興をですね狙っているわけですね。でここにはアメリカが関与してて、結局中国への、対応としてですね、 TSMC の半導体工場を熊本とアメリカに分散しようということを、まあ、バイデンは意図しているわけですね。で彼はそのチップ4同盟ってアメリカ、日本、韓国、台湾と言いました。さっきも言ったようにオランダも設備作ってるんですね。あとでそういうことで、そういうふうなことで、そうお互いに協力し合うということですけども、一方ではですね、韓国もそうですけども、対抗してるんですね。だから、まあ、チップ戦争ということで緊張関係もあるということも、まあ、あるわけですね。